YouTube 用に今から動画撮ります。で皆さんの研修風景をね、 OK ということでいきますよ。セラピスト歴は関係ない。はい、やっていきましょう。基礎です。皆さん何回も習ってますよね。何回も習ってるんでできて当然だと思うんだけども、まあ、当然忘れることもあるとね、あるけども忘れたままにしててはいけないね。基礎がないと応用って生きてこないからしっかりと再確認やっていくよ。最後まず、これね、小さい力で大きくガツンと効かせれるようにするための方法っていうのを、普段の施術でお客様に提供してるはずなんですよ。ね、力押しになってないですか、ね、こう力押してグーッと押すと、例えば背中とか首でもね、押しちゃうとグーッと力入って、うわ硬くなってるとか感じると思うんですよ。そうじゃないよね。あと手押しでその人の筋肉だけに圧を届ける、圧、何を言ってんの、圧、種類を届け、種類っていうか、この指力なのか手首の力なのか腕の力なのか、それとも体重圧使わないと効かない人なのか、そこをちゃんと判別できてるよね。できてるよね。できてる？できてる。できてるよね。常にそれを考えて成立してるよね。してるよね。はいって言ってくれないと動画の人はい、はいよね。はい、やってるよね。そう、そうやってやっていくということね。で、まず何だった、この最初の力で最大に効かすためには、はい、言っていこうと。くん、手押し、違う、手押しはその後、何と何ができると簡単に効くの。まずはリラックスして違う、そこじゃない。ポイント覚える、ポイント、そうやな。はい、ポイント、ポイントちゃんと取ってますかと。ポイントって何、お客様のコリやね。コリをちゃんと取ってますか。当然やな。そのコリって取ってる取れてないっていうのは帽子で分かるんでしょ、山さん。分かるんやな。なぜ分かるの、なぜ分かんのよ、帽子で。感覚があんねんな。なぜ感覚があるのよ。なぜ感覚があるの、バッチ。いや、それは硬さを感じる感覚があるんやろ。その硬さがあったら、あ、これコリやな、捕まえてるなっていう感覚があるわけやんか。正解やねんけど、その感覚ってなんであんのよ。だってわからない人も中にはいっぱいおるわけやんか。そういうことや。指の力で取りに行ってるからやんか。指の力でグーって取りに行ってるから、こうやってわかりやすくなるんでしょね。それも意識しなあかんで、こう親指置いて体重ボーンって乗せてるだけの施術じゃないよね。指で取りに行ってるんやろ、どんな時も。体重圧使ってたとしても、最終的には指の力でグッて取って押し込んでるから、この体重の圧が届くわけやろ。で、指力な、毎日ハンドグリップやってる、持ってるね、持ってる、 OK。 俺もさっき空港でやってきた、見た。やって十分やってるな。俺やってるよ、やってるな、うん、そう、やってるね、やってないね。いいよいいよ、続けて続けて。はい、でちょっとポイントを取りましょう。取ったね。で、感覚はこれに捕まえてるっていう感覚が分かるんやね。これ、その感覚っていうのは何、硬さであったりとか厚みやな、筋肉の厚みっていうのがそのこれを捕まえてるっていう感覚やんな。で、あと特訓が、研修時代が、研修時代に最大の課題やってんな、最後までな。コリを捕まえてる感覚が分かりません、分かりません、分かりませんってずーっと言ってて、で結局何が分からなかったんかなっていうのは、そのこの骨の位置とか筋肉の位置とか、まずそれが骨なのか筋肉なのかも分からなかったんな。 そうだね、だそこもちゃんと覚えればいいのよ。肩甲骨はこういう形でこういうところにありますよと、ね、これは何、ね、肩峰っていう骨なんですよとか、ね、そういう簡単な知識も必要になってくるよね。筋肉の位置、骨の位置、ね、そういうのも合わせて
覚えていくとポイントっていうのが押した時に分かる。あ、これ押しちゃって、骨押しちゃってる、あかんあかんあかんとかいうのも分かってくるわけやな。はい、でじゃあポイント取りました。次は垂直圧。そうやね、垂直圧やね。ポイント捕まえてんのに垂直圧入れてなかったら全然効きません。なのでこの押す方向、垂直圧、垂直圧っていうね、この2つがパスロンと合わさったら簡単に効くんでしょね、今まで以上にね。これがまずレベル1やな。基礎中の基礎できてんの。はい、はい、ありがとうございます。できてますっていうことはね。でこれまあ簡単やな、ちゃんともうこれ基本なんですよね、基本中の基本なんでやっていきましょう。 OK ですか。私はもっとこんなことも気にしてるよってない？自分こんなこと、うん、俺もっとこんなも気にしてやってるけどなみたいな。ないよね。ないよ、ね。喋るぐらいかな。喋る。お客様と会話ね。あ、大切やんな。お客様をリラックスさせるためのトークってことやろ。うん、そうやな。うん、いやでも純ってさ、ちょっとこわもてやんか。黙ってたら、黙ってた。この前のインスタの写真も怖いからあれ。あれ普通に怖いよな、知らん人が見たらな。いや怖いって。そうか、俺ら知ってるから怖くないけど、うん、あ怖いってコメントしてたやつ。俺はコメントしたやつ。 あれはやっぱジュンのことを知らん人が見たらどう感じるのかと思ってあの写真は投稿してほしい。あれちょっといかつすぎるって。いかついか、うん、いかついか。でもジュンはね、あのそんなあれなんで、うん、うん、いかついよ。そうかな。そのお客様の緊張をほぐすっていうことやな。そうそう、純みたいなタイプの人は絶対に喋った方がいい。最初な、黙って黙々とやるとちょっと怖い。最初なっていうことやね。はい、でこれができました。さあもっともっとまだあるよね。レベル2に行きましょう。レベル2、もっと効かすためにはさっき言ってくれてた曲げ指やんな。グイーッと押していきましょうっていうことだよね。曲げ指はいいよね。なんでいいの？曲げ指のメリット言ってごらん、山地。凝りが分かりやすい。凝りが分かりやすくなるっていうのはね、さっき言ったね、うん、はい、体重が乗りにくい。乗りにくい、はい、そうかな、はい。凝りを見つけやすい。これが同じこと言ってるね。はい、指を痛めにくいでしょ。指の関節を痛めにくいですよ。あとセービスの体の負担も変に力押ししなくていいから効率よく、だって圧が届いちゃうからグーって腕力とかそこまで使わなくていいやんかな。だからセラピストの指、体も守るんですよ、曲げ指できるとっていうこと。だから毎日ハンドグリップしてんだよな。目そらした、ハンドグリップしてる？そうしてます。な、ボールにぎにぎしてるもんね。あ、にぎにぎ、そう、私の周りのハンドクリップじゃないです。そうやな、ボールですね。ボールにぎにぎしてるよな。にぎにぎです。それでいいと思います。筋力は誰でもつくんで、サボればあの筋力っていうのは退化していきます。はい、曲げ指ちゃんとしていきましょう。で、もっとね、あの支えっていう要素も必要になってきますよね。ベッドが支えにならない部位、首の横、首の横とか腕とか足とかもそうやんな。なんか支えを自分で作ってあげなきゃいけないっていう、この支えのスキルっていうのも必要になってくるよね。圧方向に対して何も支えがなかったら効かないから、何かしら支えてあげないといけないよね。でこうやってガッと握れるんやったら、握れる太さなんやったら自分のこの4指で支えてあげればいいけど、ね、そうじゃなかったら何か違う方法とかでね、支えますよっていう、支えも必要になってくるよね。はい、でこれらができるようになったら、ね、少ない力を効率よく親指に届けることができるから、ね、必要以上な労力は使わなくていいんですよということね。でね、なということやね。あ、全然いいよ、あの喋ってくれて、あの編集できるからさ、気せずに。
よっしゃ、じゃあ次いきますよ。 OK、 今のところ質問ないよね。 OK、 OK、 トマチ大丈夫？ OK、 トマチ今日もいい笑顔やね。笑顔やん。ああ癒される。はい、いくよ、次。硬い筋肉を効率よくね、効率よくほぐす方法です。硬い筋肉、答えいきましょう。答え、答えから特訓どうぞ。方法ってどんな答えから言って持続は勝つか言おうか。山地言おうか。関西チーム全滅でございます。リラックスして受けることができる聞いている感のディレクターです。受けることができるって特訓どういうこと？言葉を変えてみて。お客様がどういう状態？お客様に深い、深いじゃない。余計な力を、余計な力が入らない。そうやな。力まないっていうことはね。力を抜いて受けることができるっていうことはね。はい、お客様が力入るときっていうのはどういうとき？不快な圧力をかけた。そうやね。不快な圧、ね、重苦しいとか痛すぎるとかそういうことだよ ね。それをしない、ね、でもねこれってね面白いと思いません？昔は僕らの時代っていうのは聞かせるためには多少の重苦しさとか、痛さっていうのはあって当然って言われたんですよ僕らの時代は。けどここで言ってることっていうのは違うよね。重苦しさとか痛さとかなくしてる、完全にない聞いてる感だけを提供してねって言ってるんですよ。これなかなかレベルの、昔で言うたらレベルの高いことなんですよね。けどこれみんなできてるよね。不快な重さ痛さのない聞いてる感だけの提供、はい、これをできるようになるのはなぜだよ。マジないぞ。何を言ってる？え？なぜそれができるのって聞いてんの。ノバン言ってごらん。もう一回言うたら答えれんねんな。もう一回言うぞ。もう一回言うぞ。不快な重苦しさとか痛さがない聞いている感だけの提供、これができるのはなぜ？もっともっとガチ川流の言葉使ってよ。村持ち違う。そうやねなあ、もう言いたくてうずうずしてたよな、こっちはな。こっちのチームはね、もう分かってる時の表情をしてた、こっちは。だから、あ、当ててません。不安そうな人にこう当てちゃうんでね。もう、待ちきれずの言ってたやんか。そうやねそれを可能にしてるのが手押しなんでしょ。手押しって何？じゃあ、手押しってなんだ？
え何これ、これって話なん。体重圧を使ってない、肘を曲げて体重圧を使わない押し方でしょ、ね、指だけの押し方とか手首だけとか、ね、腕だけとか、ね、これが手押しですよ。まあ要は肘曲げてグーッと押しに行くっていうことやね、体重圧を使わずにね。これがいわゆる、これは僕が勝手に定義してますから、ね、手押しっていう世の中の定義ってさ、そうじゃない？僕はそうやって教育されてきたんですよ、昔は。もう肘曲げてたら手押しって言われたし、体重乗ってなかったら手押しって言われてた。だからそうやって答えします、僕の定義はそれ、ね、手押ししてるでしょ山地。はい、してます、ね、その自信満々の体重を使ってるんですか、全力で。その少ない体重を使いまくってるんですか。体重ですか。はい、いやもちろん使うんだけども、でも手押しをやるから、はい、あれでしょ、はい、聞いてるけど揉み返しがないっていうことが起きるんでしょ、でしょ、その変な重苦しさとか痛さも同時に提供してたら、いくら聞いてても揉み返しが苦しい施術中にお客様は寝ることができないよね、はい、でも寝ちゃうやんか。めっちゃ寝ますね。ね、聞いてるのに、はい、うわめっちゃ聞いてるやん、痛気持ちいいやんと思ってたらいつの間にか寝てるっていう人がほとんどでしょ。それは手押しが可能にしてるんですよ、ね、手押しをすると何回も言うけど不快な重苦しさ痛さを排除した効いている感の提供ができるんですよっていうことだ ね。狙いたい筋肉があります、下に骨があります、さらに下には内臓さんがいらっしゃいますっていう背中とかね、その辺の部位だとすれば、そのこの筋肉だけに圧を届けたいんですよ。その骨とか内臓さんには圧届けない、ね、それが手押しです。この筋肉さんだけに圧を届けるんですよってことね。はい、 OK でしょうか。はい、とっくん分かった、それできてる？これをそれぞれちゃんと確認してな、受けて、うわ重苦しいわとか引っ張っちゃってるわとか言うねんで、ね、OK、 はい、やっていきましょう。でここまで分かったね。であとはそのもっとつ、そうやな、のばちゃん質問答えてね、お客様にもっと強く押してって言われたら何を考える？もっと強く押してって言われたらそのまま強く押せる？それじゃダメなんですが、ガチ戦では。はい、どうぞ。面の広さを変える、当たりの広さが、当たりの広さを面にするのか点にするのか。面にする。うん、そうやな、点にしたり線にしたりするよね、部位によったらね。他にもっと考えることがあるよ。もっと強くしてって言われたら他にもっと考えることあるよね。圧方向を確認する。そうやな、圧方向間違ってたら効いてへんもんな。あれ垂直圧入ってへんのかな。同じ力で垂直圧入れてみたら効き出したりするよね。はい、もっと他に考えることあるよ。まだまだあるよ。山地答えようか。そもそもポイント取れてないんじゃねって話やんな。うん、ポイントっていうのは何？コリです。そうやな、お客様のコリやな、コリをちゃんと捕まえてますかって話になってくるやんか、ね。何もないところをグーッと押したとて効きません。なんぼやったって効かないんですよ。でお客様はそれコリ捉えてる捉えてへんっていうのは判断ほとんどの人ができないはずなんで、効かせてほしかったらもっと強くっていう表現しかできません、お客様は、ね。で僕たちプロなんですよ。プロなんでその一言もらったらいろいろ考えるんです。ただ単に強く押すだけだったらもうそんな全然ダメです、ね。そもそもポイント取れてるんですか、垂直圧入ってるんですか、指の当たり合ってるんですか、ね、あとは手技合ってるんですか。もうちょっとね、筋肉緩んできてるのに持続圧なんて効きませんよ。揉まないと効かへんよね。あと支え効いてるんですかって、支え効いてへんかったら当然圧も逃げるから効かないよね、とか。他もっとある？ある？考えること、あともっと何個かあってんな。この動画俺出してんねんな、 YouTube にな。うん、復習してね。はい、ということでございます。
OK ですか。なので研修の時は受けてる人はもっと強く押してっていう指示はなるべくしないでください。なぜ聞かへんのかなっていうことを考えて指の当たりをちょっと小さくしてみてとか、方向、押す方向間違ってるよとか、ポイントが間違ってるよとか、そういうあの指示の仕方してくださいね。はい。あと重苦しさ、痛さもついてきたらちゃんと言ってあげて。 OK。 はい、こんなもんかな。質問ないですか。これでもう実践いきますよ。基礎の確認していこうか。大丈夫かな。村もし大丈夫、完璧。これもう全部喋れた。多分 OK。 はい、じゃあ締めたいと思います。以上です。せーの、ガチガチ。